ルアータックルルアーフィッシングとは、生き絵を使う、従来の釣りとは違い、疑似餌を用いて行う釣り、スポーツ感覚で若い人から、大人まで幅広い層で支持され、楽しまれている。詳細は、ルアーを参照ルアーフィッシングではロットは大きく分けて、スピニングロット、ベートロットの2種類に分類される。一口にロッドと言ってもその用途によって様々なタイプが存在し、竿の長さや、 硬さの調子など足したようである。中には一種類のルアーを投げるためだけに開発された専用ロッドも存在する。スピニングロッド編集スピニングロッドはスピニングリール専用のロッドであり、渓流から海まで幅広く使われている。トラウトロッド源流の岩ナから里川の山メ、本流や海の桜マスやアメマスまで対応したモデルが発売されているが、 主に細いラインと小型のルアーを扱いやすいものが多い。また、近年流行の管理釣り場でスプーンを引くためのエリアロッドと称されるものも多数発売されている。グリップに見た目の美しさからコルクを使うことが多いが、エリアロッドはエヴァカーボングリップを使ったものも多い。バスロッド主にナイトリグと称される繊細なプラスチックアームを使ったブラックバスの釣りに使用されるミノウイング用もあるが、 ワンピースも多い、シーバスロット鈴木用のロットで、船から使う6フィート級から、磯の平鈴木用の15フィートまで、多種多様なモデルが存在する。主に船からは6から7フィート、港湾などでは8フィート、川口やサーフでのウェディングなどでは9から10フィート、磯からは11フィートから15フィート前後のものが、多用される。エギングロッドエギング専用ロットで、細いペラインを多用するため、 ライン絡みを防止するため、軽ガイドや、ローライダーガイド、ラインが、ロッドの中を通るインターラインのものも、多数見受けられる。長さは8から9フィート前後。アジングロッドマアジを釣るためのロッド、主に6から7フィート程度で、アジの口切れを防ぐよう、柔軟である。メバルロッドメバル用のロッド、アジングロッドの先祖的意味合いもあるが、繊細なソリッド穂先を使い、 食い込みを良くしているものもある。ショアジギングロットショアから、カンパチヒラマサブリトを釣るためのロット、ペラインと思いジグやプラグの利用に特化し、遠投し、大物とファイトするために設計されている。長さは8フィートから11フィート。なお、バリエーションとして、ショアから、シーラやローニンアジを狙うためのロットも市販されている。ジギングロット船から、カンパチヒラマサブリトの回遊魚を釣るために、 開発されたロッド、長さは5から6フィートほどだが、長いグリップでジグをしゃくっても疲れにくいように設計されており、稲田用から大型の平らカンパチ用までバリエーションは様々。シーラロッドシーラを船からプラグを投げて釣るためのロッド、オフショアルアア創世機から、坂に生産されているが、長さは6から8フィート前後、ペラインに特化したモデルも多数登場しており、 カツオやメジ、キメジなど小型のマグロ類、わラ砂糖を釣るにも便利、強度も足したようになりつつあるため、どれくらいの重さのルアーを使うのか、何キログラムの魚が釣れる釣り場かを考えて、ロットを選ぶ必要がある。GT ロットンアジルアーをキャストするのに適した、スピニングロットとベートロットの中間の硬さのロットも存在する。トラウトロットサクラマスやイト藤。 ブラウントラウトなど大型のトラウトを狙う場合は、ベートロットも一部のアングラーには根強い人気がある。また、最近は、ベートリールでも、軽量ルアーのキャストが可能となったために専用ロットも登場。ライギョロット、台湾土壌、カムルチーなど、ライギョ類を対象としたロット、太いペラインを使い、魚を強引にもから引きずり出すため、ライギョロットはほぼ、ベートロットで構成されている。 ロックフィッシュロットアイナメ、大型カサゴ、ソイ、キジハタなど、メバルよりも大きめな、ネウオウと称されるこれらの魚を狙う場合は、重いリグと太めのラインを使うため、ベートロッドが使用されている。ベージギングロッド船から細いペラインを使ってジギング、する、ライトジギングと称される釣りでは、特にスズキやタチウオウを狙う際、ラインスラックを防ぐためにもベートタックルが主流であり、特にスズキは、 ベートタックルでないと、ホーリングの当たりが取れない。タイラバロッド近年流行の、マダイを、タイラバと称されるルアーで狙う場合も、デッドスローでルアーを引いて食わせるため、ベートロッドが主流である。ジギングロッドヒラマサやカンパチ、ブリや、イソマグロ等を狙う本格的なジギングでも、ベートロッドは多用されている。特に重いジグをしゃくるには有効。その他販売するメーカーは少ないが、 消火栓でのナマズを対象としたナマズ専用ロッドや、ジギングを除く、港湾等での鈴木用のベートタックルも存在する。リールには大きく分けて、スピニングリール、ベートリール、クローズドフェイスリールの3タイプが存在する。詳細は、リールを参照ナイロン、フロロカーボン、ペトウがある。詳細は、釣り道具を参照ルアーは、小魚や小動物を模しているため、これらを捕食する。 肉食魚や雑食魚であれば、理屈の上では全て対象魚となり得る。日本で人気のある魚種は、淡水では、サケマス類、ブラックバス、大魚、ナマズ、海水ではスズキ、マダイ、チヌ、シイラ、カツオ、マグロ、ヒラメ、ブリ、ヒラマサ、カンパチ、メバル、カサゴ、アイナメ、イカ類、アジなどがある。対象魚や釣った魚の大きさによっては、その場で再放流することで、 生物資源を守るキャッチリリースという思想がある。ありがとうございます。